はい、ハゼを釣ってまいりましたので、今からハゼの唐揚げ天ぷら天ぷらを、作りたいと思います。まずはですね、ハゼをさばいていきます。内臓を取ります。包丁を使うよりは簡単にできますので、小魚をですね、挟む、さばく場合にはキッチンバサミの方が便利かと思います。もう完全に目分量、もうこれしかない。天ぷら粉をボウルの中に入れて、水を少量、出ます。水が足りんか。料亭の味。アルコールストーブでそんなに200度近くまで上がるかね。時間か。微妙な気がするけど、180度上がる、上げんとね、天ぷらって。卵を使わんやつ、それは。そうだよ、このままでいい。あ、これで粘土があれなんだ、多少あれか。水が多すぎた。多すぎた。それセリアだったっけ、ダイソーだったっけ。セリアセリアのトーチなんとかってやつ。さすがにつかんか。風があるか。火花が飛んでる。あ、今ちょっと燃えたに、うん、結構難しいだね。難しい。火花飛んでるんですね。その場合は剥がさんと無理かもしれない。取れんか。直接燃料に。ついたやった、つきました。さあこれで、油を入れます。適量を入れます。はい、ありがとう。ハゼくんを投入しました。いい音がしてきた。
次々に上がってきます。天つゆです。つゆをかけます。うわ、美味しそう。匂いがすごくいい。いい感じです。いただきます。美味しい？サクサクでうまい。サクサクか、やっぱハゼ美味しいな。本麒麟。私は運転手ですんで、お酒は飲めないですけど、最高だね、ビールのおつまみにして。